じゃあそのマスクについてあそこでもうちょっと情報を教えてもらって。こんばんは。こんばんは。何買ったんですか。今日は買い物。何買ったんですかそれ。もう中も見ずに僕のこれと交換しません。あ、これちなみにボールペンです。すいません、大丈夫ですよ。なんか美味しそうだなと思って。何が入ってるんですか。買い物して。はいはいはい。見ればわかります。香水を買ってきたんです。香水。はい、あ、しょうがない。じゃあ僕のと買いであげますよ。これボールペンなんですよ。すいません。変えたりもできるし、はい、こう髪が飛びそうな時にちょっと挟んで止めたりもできる。面白いですね。棒読みですよ。え、買い物はもう終わったんですか。あ、お疲れ様です。よし、じゃあちょっと軽く。今日の湿度も高いし、あ、はい、まあ汗かかないと思いますけど、生まれてこの方帰ったことないでしょ。汗綺麗な人って汗かかないって言うから。私あのすごい汗かきで。あ、一緒でも。あ、じゃあ綺麗なのに汗かくタイプなんですね。そうですね。すごいじゃないですか。綺麗な上にどっちも持ってるっていう人の人間っぽいところも。あ、いいじゃないですか。ありがとうございます。じゃあそこ行きましょうか。ちょっとこれから用事があるんですよね。はいはいはい、急にできたよね今ね、用事。急にできたよね。いやいやいや、あの、何の用事？言ってごらん。これマスクかっこいいよこれ。あ、ありがとうございます。これ何形って。これはなんか韓国で流行ってる。へえ、かっこいい。ちょっと話しやすいので。話しやすい。はい、気に入ってます。うん、でも確かに声がすごい聞こえる。あ、それは良かったです。うん、俺もそれ欲しい。他ないんですか。予備はないんですけど。予備ないんですか。ここの中に入りませんもの、大丈夫ですか。密封されてて、あの、はい、このここここのところここそうですね。あ、大丈夫。あんまり入ったことはないです。あ、本当。え、じゃあすごい万能。あれは、じゃあそのマスクについてあそこでもうちょっと情報を教えてもらって。はい、あ、ちょっとあの、はあ、1時間ぐらいにはもうね、僕はそんなに持たないですよ。あの、今もうほぼほぼ出し尽くしたんで一生懸命。はい、はい、軽く10分ぐらいで。本当にあのちょっとであれば大丈夫です。いいんですか。ああ、本当にちょっとなら大丈夫です。本当ですか。はい、ちょっとってもう結構秒なら本当に秒で。秒で。お前さん、すごい厳しいこと言いますね。はい、秒で。今直訳するとお前秒だけ付き合ってやんよってことですよね。ことですよね。わかりました。頑張ります。いや、そうですよね。忙しいですよ。なんでそんな忙しいんですか。ちょっとあの友達とか仕事の。予定があるときはこの時計を見ないとし家で喋る。予定ないやつですよねそれ。いや、まあ、分かる分かる。俺そこでやられとくよ。それでやられとく俺。ありがとうございます。じゃあもうそこで秒で飲もう。暑いの飲もう秒で。これいいですか。はいです。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。